こんにちは、翔です。ではですね、パワーフェス2016、シラス・ケンジロですね、やっていきたいと思います。はい、で、とりあえず能力をね、振っていこうかなと、思いますね。とりあえずパワーを、いい。まあ、筋力はカンストしそうなんでね。で、守備が、まあ、悪くはない。くて、倉持が67でしょう。まあなんかそれぐらいはあるんじゃないのかなっていう印象はありますけどね。一応 C65 なのか。一応基礎値は追いつくようにはしますね。とりあえずこれがアプリか。アプリだと55-55か。まあ確かに、もうちょっと総力あってもいい気がするけどな。守備補給はうまい印象があるんで、まあ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 補給 B でいいと思うけどな。倉持ちとかよりはちょっと低め、まあ似たような感じか。70も70あんま関係ないよね。でもなんか僕肩ぼちぼち強い気がするんですよね。まあライトを任されとるっていうだけもあると思うので、これをね、じゃあ65ぐらいにしようかな。結構バランスが取れた人だとは思うので、アプリ実装の時よりは少し成長しとるっていうのを踏まえ、でもこんな感じでいいのかな。基礎は総力 C 欲しいんだよな。なもんかな。まあパワーはそんな高くないとは思うんですけど、とはじゃあ早急、まあ走塁も1段階上げてもいいかなっていう感じですね。あとは欲しいのはいぶしが欲しいんだよね。結構矢のような返球をしとる印象もあるんですけど、まあそれは後々でいいかな。とりあえずいぶしと、まあ守備はまあもう上げるかどうかわかんないんですけど、まあ倉持と一緒でいいかな。倉持67で、白洲さんも67でいいかなと個人的には思ってます。で、守備職取りましょうか。で、あとバントを取ればいいのかな。バント取れば特能もそこら辺で抑えれると。そうだね、あと欲しそうなのはなんだろうな。でもいぶし銀で結構賄えちゃってるから、対左1段階上げてもいいね。なんか左対左、まあ不利って言われてるじゃないですか。別にそんな苦手意識もないかなっていう意味で1段階上げてもいい。本当に僕バランス、本当にバランスが取れた選手だと思ってるんで。ひまわり、桜の宮さん下げて、矢部くんのがいいんだよな、さすがに。おお、1番になった。いやーでも3番いきましょう。なの誰、どうい誰の印象なんだろうな。グラビさんはね、ちょっと取っておきます。決勝ってか最終戦に。
まあちーちゃん一番でも面白いっちゃ面白いよね。矢部くん不調なんでいいかな、これでいきましょう。あとバントが欲しい。だけか。皆様、熱盛です。開始前から大盛り上がりの甲子園球場上空からお届けしております。一塁側は誰が予想したでしょうか、チャレンジャーズ。三塁ベンチ、アンドロゴーグルを通して見据えるは優勝の二文字か、相手を結集して臨むアンドロメダ学園です。さあ勢いに乗るパワーフェスチャレンジャーズか、それともアンドロメダ学園が格の違いを見せるのか、真の底力を思う存分ぶつけていただきたい。さあプレイボールです。さあいいね、行きましょう決勝の舞台。大西さんが先発なんで結構まあ球を見ていけば自滅も全然あり得るかなとは思うので、打席には3番バッターが入ります。立川、気を引き締めしっかり抑えてほしい。さあ外してくるのか、打ちました、ショートの右。だいぶね操作思い出してきた、投手を、投球を特に。スリーアウトチェンジ。さあそれではさ、さあ無尽蔵のスタミナとうなる速球、その姿まさに敵。さて筋金さん、さあ1球目投げた、初球はすっぽ抜け、ボール。投球これから2球目、おっとすっぽ抜け、余計な力が入ったか。また最終戦前回みたいに起きないかな。ミッドへ一直線、前回ねまさかまさか投げました、打った、マキシマムがショート守ってたからな。さあ仕留められるか、打ちました、ファールボール。そんなことあるんだね。第9球は低め、ボール抜けました。第7球は直球、なんか僕も大変だけど1回ぐらいやってみるか、なんか同じポジションの選手を取りまくったらどうなるのかみたいな。やっぱ二遊間取っちゃうと結構きつそうだよね相手は。うわー、おとなしくバントだったかな。第9投げました、ストライク、内角へカウントワンストライク、これは見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。外のボール球打った、掴んだ、そうボールだったか、これでスリーアウト。さあ4番が打席に入ります、アウトロー決まってストライク、投げました、変化球ビンビンに切れています、打った、いい当たりだ、クリーンヒット、さすがに取れんか。ここでヒットが出ます。さあノーアウトで先制のランナーが出ました、打席には5番バッターが入ります。立川、気を引き締めしっかり抑えてほしい。ほっ、いいね三振、これでゲッツーだったら最高なんだけどな。三振がついてるのか。さあ次は何を投げてくるか。おお、意外に見てくるね。内角低め空振り三振。よし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 。最後はボール球、2者連続三振。アウトロー見送ってストライク。さあ私的には得意の変化球でかっこよく抑えたい。は。さあ仕留められるか。流し打ち。打球はレフトの左へ、レフト前ヒット、打ったバッターは二塁へ向かった、ツーベース、チャレンジャー先制のピンチを迎えます。8番バッターが打席に入ります。立川、流れを持っていかれないようにしたい。インロー見送ってストライク。さあ、はい、カーブ、よし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 、いいですね。さあまずは初球、落としたボール、これは完全にボールです。外角低め見送ってストライク、うーん残念。第3球を、さて投げた、外れた、ボール。投球これから4球目、どっちがいいんだろうな。でも打ちやすいのは上高だと思うけど、バッターは9番大西、なんか点を取りやすいのは大西さんだと思う。なんか矛盾してるような気もするけど、
で同点のランナーが出ました。投球2球目。いやーちょっとゲッツー難しそうだな。変化球が切れています。打ちました。うわー嫌なとこ。大西二塁蹴って三塁へ。おーよかったよかったよかった。三塁行かれなかった。同点のピンチを迎え打ちました。初球打ち三遊間のゴロ。オッケー。チャレンジャーピンチが続きます。打席には今絶対2つ取れないしな。初球打ち流した。これはゲッツー。やってしまった。やってしまった。チャレンジャーピンチが続きます。さあで満塁。4番が打席に入ります。満塁4番だよ。際どい打球来た。セカンドフォースアウト。イエーイ。いいねー。さあさあ初球初球すっぽ抜けました。力みすぎてしまったか。インコースボール。第3球投げた打ちました。あー振り遅れ。ナイスな捕球。ここは守備に。アンドロメダ学園追う展開。いつの間にか取ってるんだ。1点2回に多分ホームラン打ったのかな。じゃあ清本が打ってるのかな。絶不調なのに。いいねいいね。なんかこの大会通してひまわりが大活躍してる印象がある。ここで点は欲しいな。これはボール外わずかにボールゾーン。投球これから3球目。これはすっぽ抜けてボール。余計な力が入ったか。投げました。見送ってボール。第5球は打ちました。これはセカンド真正面。一塁へ送るアウト。これでワンアウト。さあ桜の宮かっちりと打席に着きます。まずは初球。初球を打ちました。よし。グラブ弾いた。初ヒットもしかしてこの試合自分で打つのは。さあ打席には尾藤千尋華麗に構えております。結構大西さんが疲れてるな。投球2球目。A の割には持ってかれてますよね。73球投げてるんか。あー残念。おーなんで。危ない危ない。さあ小高美玲が勝ち気な表情で構えております。第2球を投げた。スライダー決まってストライク。投球3球目。ボール外れた。ツーワンバッティングカウント。次が4球目。打ちました。いい当たり。あー落ちない。くそー。5番チャレンジャー。ここはマジかー大ピンチ。打席には5番バッターが入ります。初球から送ってきました。うわー3つ抑えたかったな。取ってアウト。送りバントを決めてきます。チャレンジャーピンチが続きます。空振り。ここは三振が欲しい場面ですね。ショートの右。くっそ。掴んだ。一塁へ送る。アンドロメダ学園。しかも回り込み方間違えるっていうね。ピンチがチャレンジャー。さらに同点のピンチです。打席には7番バッター。今の前進守備しとっても取れたかわからんな。さあ私的にはほい。外角低め見逃し三振。アンドロメダ学園追う展開迎える7回です。ピンチだらけや。立川このリードは守りきりたい。いいね最高。最後はスイン。おほー点取っちゃった。何としても得点を上げたい。初球を打った。うわー森川になってる。ボールは中継。結果はヒットだ。うわセカンドちょっとちょっとこれダメだよ。インコース低めストライク。さあいよいよあと1球。私もう待ちきれません。うわ振ってくれ。ボール1個分わずかに低く打ちました。レフト前へ。クロスプレーは見れるのか。うそ。うわセーフか。惜しかったな。抑えてもらおう誰かに。誰で行こうな。イヌキ。さあマイペース。さあで今回今大会初登板。アウトロー見送ってストライク2時間のゴロ。一塁送球アウト。チャレンジャーズ勝利をもぎ取りました。よかったよかった。まさかなセカンドモブになっとるし。
あんまこういうことなかったんだけどね、2016だと。ヒーローズはもうやばいんだけど、またアップデートとかで変わってるんかな、そこら辺も。よしよし、これでまあピッチャーも増えてといい感じですね。あとはなんだろうね、まあ1段階上げていいと思うんだよね、ここら辺も。盗塁、盗塁そんなだな、走塁のイメージかな。送球1段階上げる、倉持とかと似たようになっちゃうけど。あとバントか、はい。あとまあチャンスメーカーつけてもいいかなっていうところ。あーでもレーザーか、まあ結構ね、なんかビシッとした送球を投げとる印象はあるんだけど、うん、レーザーつけてもいいかなと思うんだよね。肩はそこまで強くないけど、なんて言うんだろう、低いスパーっていう送球は投げてる気がするので、まあいぶし銀とかぶっちゃうけど、意外性もつける。いやーまあいっか。はい、では最終戦いきますか。まあ能力はもうこれでいいかな、うん、これでいいかな感はありますね。もしかしたら盗塁あげるかもしれん。走塁、盗塁、送球。いや、なんか走塁か、送球はあげていいかなっていう感じは思ってますけど。まあ、とりあえず最終戦楽しんでやっていきましょうか。なんか使いますか、スケスケ。スケスケ使ったら別に余裕になっちゃうけど、まあいいや、スケスケはいいですね。なんてこと言って負けたらやばいけど、やっぱりな、なんか出したがるんだよな。ひまわりの方が強いけど、やっぱ肩重視なんですかね。うん、グラビさん、まあもうこうかな。まあ上高も大西さんもいるんで、あオフはいないんすね。やっぱ人数少なめだな。あ、一応ライトにしておきますね。いきましょう最終戦。ヤーベン、あ今回はマキシマムファースト守ってますね。ザンスがショート、日野くんがいる。センター日野、盗塁もできそうですね、半田さんなら。いやでも本当に進むが敵っていうことが全然ないんだけどな。ナイスキャッチ、初球打ちか。暗黒パワーを得た熱き戦士、いきましょう。よっしゃ、入れ、入らんのか、くっそー。今打てたのにね、初球胸圧シュート。まあちょっと振り遅れたからあれかな、まあ、仕方ないよね。でもそれは、おお、これ取ってくるか。あだ、あー、まあまあまあ守ってた位置が良かったですね。ちょっと振り遅れてるな。日野くんなら落とすかなと思ったけど、あっさり先制と。いいですね。さて、おっしゃ、いいでしょう。
完璧だぜ。調子がいいですね。なんかこんな初回から胸圧シュートを打てるとは思わなかった。あー、これはちょっと違ったな。くそー。まあまあ上々でしょ。早いね、いい球だ。はっ、なるほど。ナイスボール。さて行きましょう。まあちゃちゃっと3点取ってオートにしたいけどな。まあ次みゆきじゃん、4番キャッチャーキャプテン。その育成はすごい楽しみだな。でもまあ強めに設定しようかな。ドラ1候補ですからね、今一応。ほい、いいねいいね。胸圧シュートも完璧に捉えてるぞ今日は。ザンス、ナイス阿部ヒ。まあでも達人のお守り使う必要まではないのかなとは思いますけど、どうなんですかね。番長、地味にピンチだな。よし、はい、いいですね。なんとか自動一失点だけ。ホームラン打たれたのかな。抜けろう、残念。やっぱパワーないときついかな、胸圧シュート打つのは。強振では打てないか、しらすさんじゃ。だミートだったら結構飛ぶんすよね。はい、手加減はできんぞ。いやーいいね、ザンスの守備いいね。出た。もうこれいい絶不調だからな。今のが胸圧シュートだ。まあ強振でいきますか、開き直り作戦。やべ、いけるかな。絶好調だからね。ああ、ちょっとそれは高めのボール球だよ、残念。これでチェンジだ。まあ、野球は点をねやらなきゃ負けないですからね。ほいさ、一応牽制で釘刺しとく。走りそうなリードじゃないな。おっしゃおっしゃおっしゃ、ナイス。いいね、長打警戒で。はいはいはい、しらすさーん。ちょっと危なかった。おお、まさかまさか投手戦。おお、行くか、グラビさん行けますかね。嘘だろ、だから君プルヒッターでしょ。明細、そして誰なの君、真っ黒い人は。
マジかよ、嘘じゃねえかよ、プルヒッターって。しかも小高がキャッチャーってことはやっぱセカンドがモブ、あれどういうこと、あ、セカンドはモブになってる。うわ、いけんな、さすがに。投手交代します。一応縦にしようかな。好調信じよう。そう、ここで走る。いや、定位置でいい。ツーアウトなんで。いや、前進じゃなくて、普通に長打警戒でいいでしょう。こういう時。2点目変えられる方が厄介だと思うんで、僕は。振りなさい、三振ついてるんだったら。よし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 、完璧。さよならしましょう。ここはね、振ってもね、まだボールが来てないんだよね、振るときに。うわここ普通に神高とか出した方が良かったのかな。うわー、取られるか。さて、ちいちゃん、ナイス守備。さーて、抑えられるかな。いやー、これは守備交代します。ちょっとさすがにきついわ。いいか、いいか、まあ一緒か。まあ桜の宮さん下げられるだけなら全然取って。よし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 、ナイス守備。いや、まあなんかレーザービーム欲しい気するけどな。やっぱレーザービームといえばジュンさんな印象はあるから、そことの差別か。でもジュンさんってパワー、あってか、あの肩が A でのレーザービームって感じじゃん。でもシラスは普通になんか低いさ、伸びのある球は投げれるよっていう感じのレーザービームっていう意味で全然違うとは思うんだけど。あ、やべ、頼む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 。ああ、まだ取れんかこれじゃ。いや、ちょっとコントロールミスしましたからね。振って、くっそー。よっしゃー、これはでかい、非常に。お、パピさんバントシフトですね。そらそうだろうな。やっべやっべ、うーわー、ここで弾き寄った、もったいな。足早子にしとこ、一応。さーて、決めちゃうよ。どうやって決めようね。泥か、無理なんだよな。さっき本当に踏んでゲッツーかと思ったからな。スリーボール見ます、一応見ちゃう。危ない、一番つまらん結果になるかと思った。マジ一番つまらん結果じゃん。まさかまさかの押し出しという形で終わってしまいました。はい、まあ経験点はもらいましたが別にいいですね。レーザー欲しいんだよな。レーザービーム取っていいかな。いやー、でも古谷もいるか。レーザーが、
ってなるとつけない方がいいかな。レーザーの代わりに早急上げるっていう手はあるよね。全然。はい、ではこんな感じですかね。能力振ってまいりました。基本的には変えてないです。ミートの数値をちょっと上げたのとぐらいか。うん、でやっぱ一通り調べては見たんですけど、まあミート力が高くバント等の小技もでき、足も速く守備もいいと。まあね、稲実のね、プロ行った原田さんが正道で一番バランスが取れた選手っていうぐらいだからね。でまあ長打がやっぱ長打の描写が少ないとは思うんで、パワーだけ低めで、まあ阿部ヒーをつけてっていう感じだね。であとは調子安定とかつけておきました。で出塁率がどうやら調べたら高いみたいなので、でそういった意味で選球眼を今回つけてあります。はい、とまあこういった感じですかね。うん、まあもう怪我しにくさは、まあちょっと A にしたのは結構、まあ小柄ではないけど、そんな小柄ではないんですけど、170後半あるみたいなんで。でもあのなんかすごい結構、ね、なんかシュッとしとって、で結構ムキムキなんですよ。でしっかりガタイもあるので、まあ強靭な肉体の持ち主なんじゃないかなと思って、ちょっと怪我は A までにしときました。でね、最後まで悩んだレーザービームはやっぱやめましたね。ジュンさんとかやっぱ古谷とかがいるんで、つけたい選手が。レーザービームも2段階ぐらいあったらいいんだけど、でもそこはあの早急 B でちょっとまかないましたっていう感じですかね。やっぱ早急 A をつけたいのはやっぱみゆきぐらいになるとね、あの足元ドンピシャみたいになるとストライク早急みたいなんで、 A をつけたいんで、まあ B 止めかなっていう感じですかね。はい、なかなか僕の中では満足いった結果なんじゃないですかね。あとはまあ細かいところの数値、まあ守備を B にしてもいいかなっていう。まあなんかあれなんですよね、バランスが取れて B にするか、守備も B にしておくか。あの一応それだと倉持よりうまい守備になってしまうからな。いやまあ倉持と一緒ぐらいかな。倉持も僕の中では評価高いんで、うん、いやまあこんなもんだな。倉持基準で考えると一緒ぐらいな印象ですかね。はいはい、では第3弾ですね。青道高校育成白須健次郎は見事こんな感じになりました。皆さんもぜひぜひ自分たちで考えて作ってみてください。はい、では本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録、ツイッターフォロー等ですね、よろしくお願いします。では次の動画でまた会いましょう。ありがとうございました。